こんにちは。今日の道内は活発な雨雲が通過中です。現在は道東で雨の降り方が強まっています。では今日のポイントはこちらです。この後も大気の不安定な状況続きそうです。急な雷雨や竜巻、ひょうなどにご注意ください。ではこの後の雨雲の予想です。道東は夕方にかけて雨が降りやすくなるでしょう。また道南からは別の雨雲が広がり、局地的に雷雨となりそうです。では今の釧路の様子です。釧路市では60ミリを超えるまとまった雨が降っています。現在釧路市と釧路町に大雨警報が発表されています。夕方まで低い土地の浸水に警戒をしてください。午後の天気です。道内は夜遅くにかけて竜巻や落雷にご注意ください。道央と道南は夕方以降雨が降りやすくなります。お出かけは雨具をお持ちください。予想最高気温です。浦河は15度、札幌は13度など、広い範囲で10月下旬から11月上旬並みになります。峠の雪も溶けるので路面状況の変化にご注意ください。では週間予報です。あさって金曜日にかけて大気の状態は不安定となりそうです。明日も急な雷雨にご注意ください。またあさって以降は日本海側を中心に平地でも雪が積もりそうです。太平洋側です。あさって金曜日にかけて徐々に気温は下がっていくでしょう。土日は道東を中心に冷え込みが強まりそうです。